ックまで来たし、そろそろかしらね。多分もう近くにいると思う。そうだね、私も感じるよ、ピーコの匂いを。向こうがそう認識してくれるかはわからないけれど。あ、お姉ちゃん、あそこ。いた、ピーコ。こら、不用意に近づくんじゃないわよ。でもでも、ピーセちゃん。これまでとは佇まいが違いますわね。私たちに正体がバレちゃったから、もっと強く洗脳されたとかでしょうか。ピーコ、ピーコってば。返事くらいしなよ。そうやってお話聞いてくれないんだったら、力ずくで私のことを見てもらおうかしら。もう、あなたはまた勝手に変身して。だって気持ちが高ぶっちゃって、もう我慢できなかったんですもの。あなたもこっちの姿で相手してほしいわよね、ピーセちゃん。何？この姿のプルルンを見ても無反応だと？あら、ずいぶんと余裕ね。それとも私のこと舐めてるのかしら。うわ、声が低くなってる。本気の怒りモードだ。この子もしかして。こら、だから近づいたら危ないってば。やっぱり平気なんですの？やっぱりとは何が？寝てるわ、この子。寝てる？え？ではありませんわ。一番盛り上がるはずのシーンで寝てるなんて、敵役としてあるまじき行為ですわよ。別の意味で目を覚まさせる必要がありそうね。あ、こんなに笑ったの久しぶり。いいわ、すっごくいい気分にさせてくれたわね、ピーセちゃん。今のプルルンはどんな感じなの、ネプギア？わからないよ、ここまで来ると未知の領域としか。あ、そうだ、悪い女神をやっつけに行かなきゃだった。もう私たちの方から来ちゃったわよ。そ
そしてノワールはツッコミ疲れてる。さすが一筋縄じゃいかないね。ピーコ、ピーコ違うよ、イエローハートだよ。そのくだりは前回やりましたわ。本当に私たちのこと綺麗さっぱり忘れちゃってるの？ごめん、何言ってるかわかんない。それでどうするつもりなの？あら、ブロンちゃんが教えてくれたんじゃない？思いっきり叩けば治るかもって。思いっきり本気にしてるわよ。軽い冗談のつもりだったけど失言だったわ。まあ最初から力ずくで連れて帰るつもりだったしね。よっ、手加減はしないわ。覚悟なさいピーコ。だからピーコじゃなくてイエローハートだってば。わお、ネプちゃんってば過激。さてもう始めちゃっていいのかしら。ごめん、わかんない。ったく、こんな寝ぼけた面してても力だけは強えんだろうから立ちが悪いぜ。ええ、初めて会った時と同じ、あるいはそれ以上の力を感じますわ。あの釜、例の装置をもう作れないなんて言っといて、やっぱり嘘だったんじゃないの？みんな元気ね。ネプギアちゃんはどうかしら？私も元気です。手強い相手なのは分かってますけど、ここは絶対に負けられません。みんなして話聞いてくれない？もう怒った、みんなやっつけちゃうんだから。絶対に勝つわ。勝ってあなたを取り戻す、ピーコ。あんなに優しくしてあげた私のことを忘れちゃったんだもの。そんな悪い子には激しくお仕置きしてあげないとね。私の全身全霊をもってお相手して差し上げようかしら。あなた気に、だからとっておきのお見舞いしてあげる。特別に延長サービスよ。もうダメ。あなたなかなか可愛かったわよ。私の勝ち。てめえ一人で勝ったわけじゃねえけどな。ま、当然の結果だぜ。もっとも勝つことだけが目的ではありませんけど。いたたたた、負けちゃった。またふにゃふにゃってなる。力が抜けてちゃう。ちゃんが元の姿に。さーて、ここからが本番ね、ネプちゃん。ええ、ピーコ、どう？結構強く叩いたつもりだけど、私たちのこと思い出した？私だよ、ブルルートだよ。死んでる。
まさか洗脳が解けそうとか。そうなの？ピーコ！だったら早く思い出して。こりゃ相手してらんねえぜ。私も大泣きしてる子供とか正直無理ですわ。あとはそちらで何とかなさって。そうね、これはプラネティーヌの問題ってことで私もパース。え、ちょっと冷たい、冷たいよみんな。あと私はどうしようかな。キアちゃんはこっちですよね。ほらピーシェちゃん泣き止んで。いやー、触らないで。ほほ久々にみぞおちに。うわー、こら暴れるんじゃないの。起きたら知らない場所だったピーシェちゃんはそこでもまた泣きに泣いて、お姉ちゃんのプリンは床にぶちまけられるし、ブルルートさんの作ったぬいぐるみはボロボロにちぎられて跡形もなく、イースンさんは壁にぶつけられてぺしゃんこになっちゃうし、アイエフさんは携帯を壊されて一緒に泣き出しちゃうし、コンパさんが怪し続けてどうにか落ち着くまで何日もかかりました。それからはなんとか普通に生活できるようになったんですけど、やっぱり私たちのことは全然思い出せないみたいで。コンパ、遊んで遊んで。いいですよ、何して遊ぶですか。怪獣ごっこ。あんまり乱暴なのは私には無理です。そうだよ、ピーコが本気でやったら冗談抜きでコンパが死んじゃうよ。え、誰なの。ネプコとやればいいじゃない、ちょっとやそっとじゃ壊れないし。やるんでしたら私から離れてお願いしますよ。また巻き込まれてぺしゃんこになったら。わかった、それじゃあネプテューヌとやる。もうネプテューヌじゃなくてネプテヌでしょ。え、ネプテューヌはネプテューヌだよ。合ってるけどピーコ的には間違いなの。私のこともちゃんとプルルートって呼ぶんだよね。くふ。私はもともとネプギアでしたけど、
行くよネプチューヌガオー。よーし、どこからでもかかってこい。キシャー。ここだけ見ると子供の時によく見た光景なんだけどね。そうですね、なんだか懐かしいです。でもガオーガオーキシャーキニャー。ネプちゃんだけずるい。私もピーシェちゃんと遊びたいよ。プルルーズはトロいからダメ。ガーン、ピーシェちゃんひどい。ところでネプチューヌさん、ネプギアさん、いい加減に帰ってきてほしいと向こうの私から再三連絡が来てるんですけど。ダメダメ、今のピークを放って帰れるわけないでしょ。記憶が戻るか前と同じくらい私と仲良くなるまでは帰らないからね。私もさすがに今帰るっていうのは。でもピーシェの記憶が戻ったら戻ったで逆に帰りづらくなるんじゃないの。あ、それは確かにそうかも。いいじゃないですか、アイちゃん。ネプネプがずっといてくれるなら私は大歓迎です。そうだよ、みんな一緒が一番だよ。まあそれはそうなった時にまた考えるよ。うん、ネプチューヌ怪獣ごっこの途中。おっと、ごめんごめん、今度はこっちから行くよ。まあ記憶が戻らなくてもこうやってまた一から仲良しになっていくのもいいですよね。私は相変わらずあんまりピーシェちゃんに構ってもらえてないけど。